というか、うん、橋本さんがね靖、うん、国参拝靖国神社の参拝を今のままだったらあの総理大臣はもちろん行かれへんし、うん、天皇陛下は行けるはずもないような今状況になってると、うん、いわゆる世界、まあ、中国韓国からの反発がきついから行けなくなって、うん、まあ現に安倍さんも行ってないし、うんうん、だったら何で行けないのかというとやっぱり靖国神社っていうのは永久戦犯も祀られてて。うん 要はその侵略戦争を反省してないというイメージとられるからということで、うん、だったら永久戦犯だけを別でやるとか、うん、あ靖国から抜いて靖国に行けるようにするとかまた別のいわゆるその施設を作ってそこにまあ行ってもらうとかという現実的なことをまあ言うてるわけですよ。で百田直樹さんは そんなものは全くダメだと。うん、靖国神社というところに値打ちがあって、うん、日本人の敵があって、うん、でその靖国神社というのは A 級も B 級もそんなもんないねんと、うん、戦争で亡くなった方は全てが神になってそこにおられる魂があるわけだから、うん、それでないとその分,分子とかその何か分けていくとか別のところっていうのは考え方おかしいと。うん、あの私は橋本さん、 を認めてるけども、これだけは認めろ、いかないということで、だいぶやり合いしたんです。で、最後にね、ちょっとこう、もう喧嘩越しにちょっとなるぐらいのことで行ったんですよ。それを見てた、まあ、維新の足立康さんという、あの共産党とは死んでも、共産党の出し物に賛成しないと国会で言うと、おっさんが入ってきたんですよ。まあ、まあ、まあ、みたいなことやったんちゃうかなと思うんだけど、あの、で、その時に中出しさんがね、いや、あの、百田さんは自分の本売りたいのかもしれませんけど、ちょっと言うてることがどうのこうのとなって、それに。 さんはカチンとたわけよもうその後のツイッターツイートすごかったっすよ。見てない。お前何言ってんのこのボケとか言って「お前それ誰に対して口聞いてんねやこら」とか言うて「お前がそのつもりやと俺も行くぞほら殴れやともかまへんぞ」そんなツイートですよ。でこんなやつが維新でおってそれを維新がもう普通に認めてるこんなやつがおるのを認めてんやったらもう今までは松井さんには協力してたけど今後一切協力せへんと。 構想も潰すほんなんで結局私さんが「すんません」って「今までの全部すんませんどうのこうの」っつってさあのおっさんがさ「すんません」みたいな恥ずかしいこと書いてるわけよでもええくだそれでも許さんとか言って松井さんはいやもう選挙終わったあとはんか懲罰会議にかけて何とかやりますとか言てさでもさツイッターでさ「こらこらこのバカボケクズ」とか書いてるわけよ。そんなこと書いてるのさ それをそれあかんでそんなこと書いたら普通ツイッターから消されるんちゃいますそうですね脅しやんそうですねそんないくら足立さん僕も足立さん大嫌いやからちょっとスカッとしましたよそれ見てスカッとしたけどやっぱり百田さんの書き方も絶対おかしいと思いますよいくら感情的になったとはいえいやレベル低いっすねでそれに対して松井さんもさ「いやあのえなんかご立腹なされてますが」みたいなさ しょうがないな、ね、もうスタンまって、うん。しょうがないやろ。だから、偉い作家かもしれんけど、それはないと思いませんか、うん、うまいね。うん、もう、でもさ、もうダメですね、でもあの人もね。うん、ねもう、なんぼ作品と本人は別って思って、読む気しないもん。でも、そのファンの方は、もうそれ全部100パー OK なんですよ。うん、100パー。すごいよ。うん だからやっぱりこの百田さんに対するみんなの信奉してる気持ちと安倍さんを信奉してる人たちの気持ちはわりかし似てるんですよね、うん、だからこの安倍さんも百田さんも何言うてもいいんですよ彼らはただ他の人が言うとダメなんですよ、うん、ということやなと思いましたよそうでねはい,い